さんこうギャグを言うと笑ってくれるんですが、話がだんだん真面目になってくるとね、いきなり視線が険しくなってくるんですね。目が物を言っていますがよくわかります。今日は朝早くから起こされてね、行きたくもないお寺引きずり回されております。薬師へね、薬師へやってきた途端にこんなところに集められるわ、ボンさんは出てくるわ、口がだんだんいかなってくる、あのボンさんいつまで喋ってんやろ。もう獅子届くんでありますけども、でもね、ここに立って喋ってしまえばこっちのもんなんですね。皆さんに諦めていただきたいと思っております。これは冗談ですけれども、話の後ね、皆さんにお参りをしてもらえば、ちょっとね、言っときたいんですが、あの神様仏さんっていうのはね、物美術品じゃないんです。人に出会ったら挨拶は当たり前なんですが、神様仏さん出会ったらね、合掌と礼拝、お参りだけは忘れないでほしいんですね。あのでもね、この話をした時にね、ちょっとこの前言われた、注意をされたんですが、あの合掌っていうとね、うちの上キリスト教なんですけども、姿がいたんですね。キリスト教宗教が違うからお参りができないっていうんですが、はっきり言って関係ありません。そんな細かいこと言ってるとね、お坊さんもそのトラピストバター食べれなくなってしまう。